皆さんこんにちは、レイナです。今日は天下一品に来てます。まさかのまさかの、私は日本10年住んでるのに天下一品初めてです。初めて行ったことないです。なぜかわかんない、あの名前は聞いたことがあったけど、なんでだろうね、今までかかったのがよくわかんないけど、めちゃめちゃ今日は楽しみにしてます。でここに座るとめちゃおしゃれなお店だよ。すごいね。全部のお店がそんな感じかわからないんですけど、少なくともここの名古屋栄店は非常になんかあのびっくりしたもん。アートがすごい。注文はタッチパネル、ここの壁にマウントされてるから、こってりラーメンとあっさりラーメンとか屋台味のラーメン、いろんな種類があるね。ラーメン、こってりマックス、こってりマックス、あのやばいぞ、まあ、多分初心者はあのまずはそのこってりからだね。こってりのこれが定番のやつですよね。じゃあこれを注文しよう。おバリカタやわ普通、いやバリカタかな、バリカタですね、ここはですよね、ま、いや2人ともバリカタあれいろいろ選べるよ。ネギなし、そのまま、ニンニクなし、いやそのままそのままじゃない、そのままだね。あのトッピングもいろいろある。おとりあえずは普通のやつでノーマルタイプで、こってりラーメン注文、飲み物も頼んでいきます。いやない、ソフトドリンクがございません。レナはジュース、つかない。レナがサービスコーナーに歩いていった、うん、サービスコーナー何だった、いろいろある、いろんなトッピングがここで拾えるんだね、うん、めっちゃ美味しい、すごいじゃん、いい匂いする。あれサービスコーナーから戻ってきたね。なんかいろいろトッピングがある、ニラ、あはナムル、いえもやし、コチュジャン、キムチ、いやあのニンニク、ひき肉なんとか、なんか自分で取りに行くスタイルなんだね。多分これをあのまずは普通にラーメンを食べるでしょ、うん、で味変が欲しかったらそれぞれを味変化に、よく分かってますね日本のこと、はい、日本のおっさんになってきましたからね、よく分かってますね、ファンだよそういうことので飲むの来ました。めっちゃ早かったよ、早かったわ、注文して5秒ぐらいできた、30秒後にありました。すごいはい、ラーメンが来ました。めちゃめちゃ非常にいい匂いですすっごい、そう、タカがもう言葉が出ないけど、すごいこれですよ、こってりしてる、これがこってりラーメンだよ、ね、もうこれはもう本当にこれすごいこってりこってり濃厚だね。そうだよ、でも匂いはめちゃめちゃいい匂いする。お腹減ってきました。それではいただきます。まずはスープからかな。おあれシチューを食べてるみたいな感じ。おこってりだからね。そうめっちゃ美味しい、これいかに濃厚かって感じ、うん、でも思ってた以上に非常になんか食べやすい、味が濃いのに飽きなさそうな、なんだろうね、うん、それだけ美味しいってことじゃん、まあ、それだけ美味しい、どんどんいくやん、スープなくなりますよ、そんなバクバクいったら。もう普通にラーメンじゃなくてあのスープで売ってほしいよ。ああなるほどね。じゃあはい、麺も食べてみます。ちなみにバリカタにしたよね。そう、まあ私たちは撮影するのが、あの食べるのがちょっと遅いから、うん、うんうん、初めての感覚かもしれないよ、本当にめっちゃ美味しいよこれ。ああ香りすっげえよくた、もちもちしてる麺と、なんか細くない、うん、太くない、うん、なんだろうね、これあのスパゲッティの麺と同じぐらいの麺でしょ。確かに太麺でも細麺でもない感じだよね、うん、でもその感じであのめっちゃこってりのスープがすっごいついてくる、絡んでくる、絡んでくる。おっとごめん、このこってりが飛んできたら火傷ですよ、あのすすってもいいですよ、うん、日本10年いまだにすすれません、うん、続いてはチャーシューです。チャーシュー、このチャーシューなんかすっごい細くハムみたいな感じ、ね、スライスされてるね。うん、うん、これが相性が本当に美味しい。このスープ自体はこってりしてる感じがあるからチャーシューがさっぱりしてる。あえてチャーシューをさっぱり仕上げてるかもね、うん、そう
ちなみにさっきさ、煮卵とかさ、チャーシューとかトッピングあったからさ、次あっさりいくでしょ。あ、はいはい、あっさりラーメンの時にさ、いろいろトッピングしてしまいましょう。そうだね、そうしよう。メンマ、うん、まあメンマ失敗することもないからね。確かにメンマはどこに行っても美味しいでしょ。ほんとすごいね、スープが、うん、スープというか、なんというかあれ、ものにタレだよ。ソースというかソースか、なんでしょうね。極うまソースブラッシュ。箸が止まらんやん。でも見た目豚骨っぽいよね、色はね。ちょっともう食感が全然違うから。豚骨ラーメンの麺とは食感が違うのか。麺も違うし、そのスープの感じも全然違うから、シャビシャビしてないからね。他のラーメン屋さんにはない感じの味。うん、味、食感、全部違う。あれ、なんか箸が止まらずにトッピングもいきます。これあることが忘れてた。ネギ、ニラネギ、ニラ。これ合ってるかわかんないけど、こんな感じでちょっと食べてみる。味変しました。これ味変に使うべきかどうかわかんないけど、しても美味しい。はい、もうちょっと味変したい。これをこれは入れてみたい。なんだろうね、コチュジャン的なやつ。なんだろうね。もうないよ、レナ。でももう全部食べてるよ、1年前。美味しかった。辛くて美味しい。あ、辛いソース。うん、うん、はい、食べきっちゃいました。ちなみにまだ今レナラーメンしか食べてないけど、サイドメニューもいっぱいありますよ。天下一品、中華料理だからね。お腹いっぱいなんですよ。唐揚げとか餃子とか。あ、でもそれはそれだったら欲しいよね。食べる食べる。たらーん、餃子と唐揚げが来ました。私はこういう餃子が好きだよ。これが羽付き餃子、羽付きの餃子が好きだよ。羽付き、羽付きは知ってた。あ、知ってた。好きだ。知ってたか。知ってた。じゃあちょっと餃子のタレを作りましょうか。めっちゃ美味しそうじゃない。餃子もさ、餃子じゃない、これはなんだっけ、唐揚げ。唐揚げもすげえ美味しそう。美味しそうです。あ、それはお酢。 Yes、 できました。いや、もう一個作ります。何ですか。お酢胡椒でしょ。お酢胡椒覚えた。餃子のお酢、うん、に行ったら余りすぎて、とうとう酢胡椒まで覚えた。外国人、ドイツ人おじさん。余りすぎて。ドイツ人おじさんじゃないよ。餃子いきます。あ、すごい美味しそう。うわ、うまそう。まずは、うん、うん、うん、熱そうだね。もうまだ今熱々だと思うよ。いや、でも全然いけた。いけた。やけどしてない。はい、早速2個目いきましたよ。全然箸が止まってませんよ今日。だからその餃子を食べ比べするんじゃなくて、餃子のタレを食べ比べする。あ、酢胡椒でいった。やっぱり私は酢胡椒派です。さっぱりと、うん、そう、まあ、餃子がね。何何どうしました。胡椒が、酢胡椒の逆襲だよそれ。餃子食べてる間に来ました。これはタカが食べるラーメンなんだけど、すっげーうまそう。そうだしょ。これあっさりラーメンだったっけ。そう、あっさりラーメンにチャーシュートッピングと煮卵トッピングしました。さすがにめちゃめちゃ美味しそうです。もう全然違う、あっさりのスープ見て。確かに全然さっきのさ、こってりとはわけが違うね。全然違いますよ。スープからいきます。うん、あ、これもまた美味しい。しみじみと感じてるよ。全然違う感じの美味しさがある。あ、これも香りがいい。いや、もう味もいい。すごい香りが香ってきた。麺を探してみます。チャーシューが多すぎて、あ、麺出てきました。
違う。同じ麺なのに全然違う。あ、麺は一緒。麺が一緒。麺が一緒だけど麺の感覚が違う。そんなにスープが絡めて絡まってしてない。すげえうまそうだよ。全部の麺がこのチャーシューの下にうーんいるかな。これ本当にめっちゃ美味しい。さっぱりした感じ。全部タカのラーメンを食べるかもしれない。このスープまた美味しい。なんかどっちが美味しいと聞かれたら決めれない、うん、どっちもめっちゃ美味しい。どっちも良さがあるという。さっきと同じチャーシューだと思うけど、これもまたなんか違う感じはする。よう食べれますな。こってり1人前いって、餃子も1人前いって。いや、餃子は半分しか食べてない。2個しか食べてない。あっさりもさ、もう今半分ぐらい食べて、まだ半分いってないか。なんかタカがいつもそういう嘘をつくよ。皆さん気をつけた方がいいよ。ずっとタカのラーメンを食べるより、ちょっと唐揚げ。あ、唐揚げも来てるからね。これ。すっごい美味しそう。めっちゃジューシーじゃない。で、一緒に来たのがこれ。これめっちゃ気になる。マヨネーズとニンニクスパイシーソース混ぜた方がいいかな。混ぜたらいいんじゃない。うわぁ、美味しそう。それだけでご飯乗っけたらめっちゃうまいんじゃない。それはないでしょ。それはないですか。デブだよ。マヨネーズをご飯と一緒に食べる派なの。よくレナが家でやってるやつでしょ。なったことない。これパリパリジューシー。うん、うん、これがめっちゃ美味しい。ちょタレ全部使ったらもうタレがなくなりますよ。もうこのタレがうまい。10倍ぐらい欲しい。おい、ちょいちょいちょい、2人のラーメンでしょ。1杯目のこってりはレナで、2杯目のあっさりは俺のはずなのに。タリのラーメンでしょ。全部レナが食べてる今。タリのラーメンでしょ。煮卵。これは。とか思ったけどさ、はい、なんで急にさアロハなの。今日動画見てる人さ、最初からなんでって思ってたかもしれないけどさ、急に沖縄気分のアロハのハワイ気分じゃん。夏だから。あ、そうなの。イエス。なんで好きじゃないのこのシャツ。いや、いいんじゃない。夏感覚でしょ。爽やかでいいんじゃないですか。そうだよ。めっちゃとろーりしてる。最高や、うん、確かに本当にこってりとあっさりは本当別のラーメンって感じだね。それがタカが言えるのが、両方のラーメンタカも食べてますからね。一口だけな、はい、これを味変したら何に味変する？あ、味変する？まだ使ってないやつは？ニラ残ってるから、ニラで味変する。ニラ味変、あ、いいじゃん。ニラとこの何辛いソース混ぜればいいんじゃない？ちょっとニラ辛ソース味変。これめっちゃ美味しそうでしょ、これで。すっげーうまそう。ニラと辛いの麺と、うん、合うよ、めちゃめちゃ。この組み合わせも。これが今からリナの秘密メニューだよ。皆さんにおすすめします。このラーメンにあっさりにこの辛い味噌とニラの組み合わせ、試してみてください。美味しいです。抜群ですか。抜群です。皆さん、デザートもありましたよ。天下一品こってり杏仁。そう、これが書いてあるけど、白くない杏仁豆腐って書いてあるよ。だから白くない杏仁豆腐。白くない。あれさっきのこってりラーメンと同じ色してる。これ入れてるかな。さすがに違うと思うけど。あの杏仁豆腐が大好きです。で、デザートはそもそもいつも食べたいので。わかんない。おお、すごい。見て、押したら出てくる。おお、むにゅむにゅむにゅってなってる。はい、いけた。すごい美味しい。なんか思ってたより甘くない。めっちゃめっちゃ美味しいよ、これ。こってり濃厚。なんか多分これはなんていう、黒糖とかでできてるかな。あ、じゃあさっぱりしてるんじゃない。ちょっとめっちゃ美味しいよ、これ。もう2個ぐらい食べたい。
食べてみて、はい、欲張りな女だね。あ、うまっ。めっちゃさっぱりしてない？でも杏仁豆腐のすっごいいい香りはする、うん、の割にさっぱりしてて、うん、確かにこれが少なすぎて、こってりラーメン食べた後はちょうどいいかもね、うん、バクバクいくやん、止まらんやん。あと2個注文して190円だよ。安い、うん、あの全部美味しかったけど一番のおすすめはこれかもしれない。最後にね、最後にこれで締めるっていうのはおすすめかもね、うん、皆さんそれもやってみてください、うん、はい、結局レナが全部食べました。一口くれただけで、はい、全部いきました、はい、違うよ、一口もあげましたよということ。俺は追加で注文します。はい、皆さんごちそうさまでした。本当に食べたね。食べました。食べたね。本当に食べましたよ。いつも以上に今日食べたね。でも全部食べきれたよ。美味しくて。そうだよ、全部食べきったよ。美味しくてたまらなかったよ。こってりラーメンから始まって、餃子、唐揚げ、あっさりラーメン、デザート、杏仁豆腐、全部美味しかったです。皆さんの一番好きなラーメンの種類と、あとは、まあ、トッピングとかも教えていただければ。ちなみに今日こってりラーメン、あっさりラーメン食べたけど、うん、他にも何ラーメンだったっけ？あったよね。あった。まだ結構あるよ。あっさり、これが屋台の味、味噌。味噌もあるな。で、こってりマックス。スーパーこってり。一回はこってりマックスは食べてみたいな。次来た時はこってりマックスかな。そうだよ。はい、この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。